神宮寺勇太、週刊文春、も絶賛の最強イメー仕事関係者が保証する二刀流の金プリーゴ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日でキーエヌ・ジー・アンドンソー脱退した平野史洋26、岸勇太27、 神宮寺ゆ太25主演映画 G メンのプロモーション活動が残っている岸を残し平野と神宮寺は22日にジャニーズ事務所からも退場した5月25日発売の週刊文春文芸春秋ではそんな神宮寺の人柄の良さが改めてわかるエピソードが紹介され話題を集めているという 神十二さんは空手の有段者で中学時代は地元千葉県にある国際勝政館空手道で学んでいました。文春はその理事長に取材をしているのですが礼儀正しく素直な子で仕事のために金髪にしていたのに事情を市販に直すように注意されても言い訳せずに、はい、と即答したデビュー後も同情で後輩にジュースの差し入れをしていたという話が紹介されていました。 また、家族思いで今年の正月は祖母の家で親戚と過ごしたとも、以前から性格の良さ、人柄面の素晴らしさが話題になっていた神宮寺さんですが、昔の普段の生活からそうだったんですね、<laughs> 女性誌ライター。神宮寺は国民的彼氏のフレーズでファンから愛されていた。現在は削除されてしまったが、 ホワイトデーだからという理由で公式ブログを更新したり、2月24日発売の月刊 TVN4 月号産経新聞出版ではティアラ、キンプリファンたちが購買促進運動をしている死活について喜びつつも、でも無理はしないでほしいな。中略、本当にいいと思った作品を手に取ってほしい。 今改めてファンのみんなの僕らを支えたいっていう思いは伝わっています。よと伝えたいですね。と綴るなど、ファンに対する細やかな気遣いをけつかさない男だった。近く、下っ端スタッフにも目を見てお礼を言ったり、荷物運びを手伝ってくれる。その人柄は最後のブログにも出ていたという。 平野さん、騎士さん、神宮寺さんの3人は脱退前最後に公式ブログでそれぞれ別れのメッセージを綴っていました。全員が思い思いのことを書いていましたが、純粋に事務所の先輩後輩をリスペクトして、かつファンに強く敬意を感じさせる踏みという点では、特に神宮寺さんのブログが評価されています。 最後の最後で入所年月を間違えるというミスをしていましたが笑い、神宮寺さんの人柄もあり、かえって昇進気味だったファンを和ませる形になりましたね。前での女性誌ライター。神宮寺の気遣いはメンバーやスタッフに対しても同じだった。 5人の金プリにとって最後のパフォーマンスとなった5月20日放送の NHK の生放送の歌番組メニュー101だったがそこでも神宮寺は飛び切りの優しさを見せていた最後の曲ビューティフルフラワーの歌唱中に平野が号泣し歌えなくなってしまった際真っ先に異変に気づいて手を差し伸べたのが神宮寺だったのだ また、5月13日放送の、q n g p i n s ル、日本テレビ系はメンバーそれぞれの活躍を表彰する総集編企画だったが神宮寺が受賞したのは最優秀メンバー思い賞。高所恐怖症の高橋海人24がヘリコプターでの移動を怖がっていた際は、大丈夫だ、お前。お兄ちゃんいっから。 と、目的地まで1時間近く手を握ってあげていたことが明かされたほか、スタッフからの垂れ込み情報として、下っ端のスタッフにもお疲れ様でした。ありがとうございました。と、目を見て言ってくれる。ロケで荷物が多く、大変そうにしていたスタッフを見て、僕も持ちますよと言ってくれた。という証言が登場していた。つまるところ、常に周囲を見渡していて、 気遣いを欠かすことがない、心に優しい男だということだろう。視覚タッキーや日記に続く二刀流の道、ワイドショー関係者が話す。メンバー内の潤滑油というかカスガというか神宮寺さんはそんな役割を担っていましたよね。彼のおかげで、個性豊かなメンバー間に亀裂が入らなかったと言っても過言ではない。5人の中でも一番。 常に周りを見ていて自然にフォローができる。それが神宮寺さんだった。それはキンプル。でも垣間見えたようにあらゆる番組のスタッフに対しても同じでこの企画だったらこの要素は必要ですよね。などと制作サイドの意図に一番早く気づいた上で独自の世界に入りがちな他の4人にしっかりと伝えてくれていました。 そんな神宮寺は、平野や騎士と比べると、脱退後の進路について、どこか消極的な発言があり、引退説も囁かれていた。しかし、退場直前のブロックで、寂しいですが、永遠のお別れではないと思うので、さよならは言わないよ。としていた、他5月23日の、サンスポでは神宮寺の今後の展望について報じられている。 しばらく充電期間を設けてゆっくり実行してから国内で仕事を再開するのではと報じられています。そんな神宮寺さんはタレントとしてだけでなく演出家としても秀でている部分があるので二刀流での活躍も現実的にあり得るかもしれませんね。全能。神宮寺は金プリのライブではステージ演出を担当していた。千二十二年一月十二日放送のジップ。 では客席から歌ってステージを見ながらアドバイスしてた。永瀬ずっとお客さん目線で見ててくれました。騎士と神宮寺の演出をメンバーが表していた。神宮寺さんの演出魂は本当に熱い。これまでのインタビューなどでもそこまで考えているんだと思わせてくれるプロフェッショナルな発言をしています。それは嵐の松本潤さん、39、に負けないくらいの熱さでした。 舞台を中心に活躍する役者は、演出家と二足のわらじを履くパターンも珍しくありません。元ジャニーズで言えば、滝沢歌舞伎でおなじみの滝沢秀明さん、42や、30代の頃からずっと演出家と役者を兼業してきた少年代の西堀和清さん、58などもいますよね。演出への思い、センスに加えて神宮寺さんは、 周囲のスタッフや共演者を常に見渡して配慮できる能力も引いてていますから、彼なら、タレントと演出家の二刀流を十分にこなせるでしょうね。全能。滝沢氏のように、主演演出、神宮寺勇太な作品で復活する日が来るのかもしれない。近く、なんて死なない。神宮寺勇太、イケメンというより男前。スーツを華麗に着こなしナイスガイショット。 フォーマルなスーツを着こなす神宮寺。